視聴者の皆さん、今日はまさに地獄の扉が開かれる瞬間に立ち会うことになります。熊高仁院と聖司会の対立、それはただの対立ではありません。これは深層心理にまで侵入し、恐怖と真実が交錯する戦いなんです。その背後に潜む興味深い事実を暴きますが、覚悟してください。この情報はあなたの心に不可逆な変化をもたらすでしょう。では始めましょう。熊高仁院と聖司会の激しい対立、背後に潜む興味深い事実とは、秋田方氏の裏側に隠された謎めいた人物、熊高仁院。表面的には市民のために奔走し、石丸市長を強く支持する姿勢を見せていますが、その舞台裏には衝撃の事実が潜んでいるという。一般的な市民とは異なる経歴、学歴、彼がどのようにしてここまでの地位に上り詰めたのか、なぜ彼は市長を支持するのか、熊高仁院の生い立ちから現在まで、彼の行動の背後に潜む真実とは一体何なのか。一般の市民が知らないその過去にはどんな舞台裏が広がっているのか、彼の驚きの素顔に迫ります。熊高仁院の政治的な動向にはこれまでにない緊迫感が漂っています。議員定数半減案に対する賛成、そして一般会計決算認定書の激論で示された熱い答弁は彼を注目の的とさせています。69歳というベテランの経歴にはこれまでに培った経験と信念が色濃く反映されています。熊高仁院のプロフィールは単なる政治家の枠を超えて、その地元での深い関わりと貢献が垣間見えます。建設業の実績から地域の街づくりへの情熱を探ることができます。住民自治活動、 PTA、 福祉活動、消防団など、彼の足跡は地域社会に根ざしたものとなっています。特に注目すべきは熊高仁院が唯一賛成を表明した議員定数半減案、その後の不信任案の提出、そして市民による判断を求める姿勢は単なる政治の舞台裏を超えてドラマのような展開となっています。さらに一般会計決算認定書に関する昨年の激論では、熊高仁院が反対派の理由を稚拙だと批判し、熱い演説で賛成の理由を述べ、石丸市長を擁護、この姿勢は賛否を呼ぶこと必至です。しかし彼の政治活動だけでなく地域活動においても、高宮中学校 PTA 会長や消防団長、地域組織の副会長や組合長を務めるなど多岐にわたります。これは彼が単なる政治家ではなく地域社会において一貫してリーダーシップを発揮してきたことを示しています。これからの熊高仁院の動向が非常に注目される中、彼の人生や心情にはまだまだ明かされていない要素が潜んでいるようです。熊高仁院は広島県の工業高校卒業後、熊高組という建設業界の巨頭によって迎え入れられ、建設業に身を投じました。熊高組は昭和30年12月16日に創立され、広島県安芸高田市高宮町にその本拠を構えています。19名の従業員が一般土木工事や舗装工事に携わり、その規模はなかなかのものです。しかしこれだけではありません。建設業の裏で熊高仁院は驚くべき活動を繰り広げていました。住民自治活動、 PTA、 福祉活動、そして消防団、地域の街づくりに夢中になり、その陰で何かが進行していたことが判明しました。1990年、川根振興協議会企画室長として川根の拠点づくり、未来の構想づくりを推進していたことも判明。その後1992年には高宮町議会議員に当選し、2004年からは安芸高田市議会議員としての道を歩みました。2020年の市議選でも当選し、6期目の議員としての現在、議員は建設業という表向きの顔の傍ら、地域社会への献身がうかがえます。しかしその献身の裏で何が起きていたのか、彼の密かな活動と驚愕の過去に迫ります。2022年6月、石丸市長が提案した議員定数の半減案が驚きと混乱を巻き起こしました。この提案には市政に影響を及ぼすいくつかの出来事が背景にありました。最初に財政難を理由に副市長の定数が2人から1人に減らされ、前年に全国公募で選ばれた副市長が議会の否決に遭い白紙となりました。この混迷した局面に対応するため、石丸市長は市の財政の健全化と市民の期待に応えるべく議員定数半減案を提案しました。しかしながらこの提案には多くの反対意見があり、ほとんどの議員が反対を表明しました。その中で唯一賛成をしたのが熊高仁院でした。熊高仁院は議員半減は議員と市民の覚悟を問う数字であり、8人が補い合えば市民の意見が届く政治も不可能ではないと語りました。興味深いのは、熊高仁院が自らの議席を危うくする可能性が高い中、この提案に賛成したことです。前回の選挙で15位で当選した熊高仁院、もしも議員定数が半減された場合、再選の可能性は低下します。その中での孤立した行動には
姿勢に対する彼の献身が感じられます。石丸市長の提案が議員たちにどのような影響を与えるのか、そして熊高議員の勇気ある決断が姿勢にどのような変化をもたらすのか、今後の政局が注目されます。2023年6月、熊高議員が巧妙な一手で姿勢に波紋を広げました。市長の議会解散権行使を促すため石丸市長に不信任案を提出した瞬間、政治の表舞台が激動の渦に巻き込まれました。この動きには熊高議員ならではの戦略が潜んでいます。市長の議会解散権を通じて議員は市民に重大な判断を委ね、選挙を通して真の支持者を見極めようとしているようです。これは単なる政治的な駆け引きではなく、市長と議会の対立を解消し姿勢に新たな展望をもたらす穏やかな策略のようです。熊高議員の独自のアプローチにより姿勢の未来には不確実性が広がり、市民たちの期待が高まるばかりです。この政治の駆け引きが熊高議員のリーダーシップにどのような影響を与えるのか、市民たちは興味津々で注目しています。2023年9月25日、議会において昨年度の一般会計決算認定書が反対され、不認定とされる波乱の一幕が展開されました。山本勝議員の提案によれば、思考方針の問題とトライアスロン大会への参加が理由とされ、これに対し熊高議員は熱い演説で賛成の理由を強く主張しました。山本議員が挙げた反対理由に対し、熊高議員は思考方針の適切な内容と危機管理に関する具体的な説明を行いました。その中で彼は、山本議員の反対理由が一般会計決算案とはつながらないと指摘しました。驚きの手紙が千葉県の馬淵町長から届き、熊高沼議員がこれを引用して市の未来への願いを織り交ぜました。手紙にはトライアスロンを中心に街づくりを進める熱意が綴られ、馬淵町長との出会いや故郷への愛情が綴られています。議場での熊高議員のロジカルで分かりやすい賛成理由と、山本議員の稚拙な反対討論に対する熊高議員の怒りを静かに示す場面を焦点に据え、視聴者の期待を高めています。年を取るにつれて頑固になる人たちの中で、柔軟性と分かりやすい説明が光る議員として称賛を浴びています。 SNS 上には熊高議員っていいなという声が広がり、特に議員定数半減案に賛成した際からの熱心なファンが多く見られます。是々非々の姿勢を持つ議員が国会議員でも増えてくれればいいなとの期待の声も上がり、議員の是々非々の姿勢が国政においても新たな風を巻き起こすきっかけになるかもしれません。彼の行動は自身が不利になる可能性がある中で、信念を貫く強さとともに市民たちに希望と感銘を与えています。秋高田市政の中で繰り広げられる熱い対立はとても見応えがあります。秋高田市議会の中で驚くべきことが明らかになりました。連絡先を公表しているのはなんと熊高議員だけなのです。彼の行動には市民に対する特別なメッセージが込められているのでしょうか。秋高田市の議員たちは一般的に個人の連絡先を非公開にしていますが、なぜか熊高議員だけがその例外です。市民に対して何かあったらいつでも連絡してほしいというスタンスをアピールしているのでしょうか。この注目すべき事実は秋高田市議会の公式名簿で確認できます。他の議員たちは自身の連絡先を控えめにし、公にはしない中、熊高議員だけが明確に自らの情報を提供しています。彼の積極的な姿勢は一体どのようなメッセージを市民に発信しているのでしょうか。この異例の行動に隠された真相に市民たちは胸を躍らせていることでしょう。10月27日、熊高議員が YouTube チャンネルを開設したという情報が入手されました。このチャンネルでは議会活動や地域活動など様々な情報発信が予定されています。11月10日時点で登録者はなんと2万2000人に達しています。たった2週間の間にこれだけの登録者数を獲得するというのは議員の魅力に起因するものでしょう。石丸市長も最近では YouTube を通じて視聴者と交流しており、熊高議員のチャンネルが異なる視点から秋高田市を見る興味深いコンテンツになるかもしれません。これからの展開に非常に注目が集まります。続報が入り次第最新情報をお伝えします。以上、熊高議員についてでした。熊高議員は正しい、間違っていないと思われる方はいいねボタン、政治界が正しいと思われた方はバッドボタンを押してください。集計結果を次回発表しようと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。皆様のご意見もお聞かせください。